アブデルマーレクセラールはアルジェリアの政治家、首相を2期務めた。内務大臣、青年、スポーツ大臣、公共事業大臣、運輸大臣、水資源大臣などを歴任した。セラールはテクノクラートとみなされている。また2004年と2009年のアブデルアジズ、ブーテフリカ大統領の選挙運動に関わり、特に2004年の選挙では選対首脳を務めるなど、 ブーテフリカの側近としても知られている。2012年9月3日にブーテフリカより首相に指名された。2013年1月に発生したアルジェリア人質事件では電話会談で人命優先の立場から犯人グループ狙撃に反対を要請していた日本の安倍晋三内閣総理大臣やアメリカ合衆国のヒラリー・クリントン国務長官らの 意見を保護にし犯人グループの狙撃を強行。結果として多数の犠牲者が出たことから一部マスコミなどから強く批判された。ありがとうございます。